はい、こんにちは、向田です。今日はですね、ビデオ撮影した時に映り込んでしまった不要なものをですね、除去するということにチャレンジしてみたいと思います。まあ、やり方自体は YouTube 等にたくさん出ているので、そんな難しいことじゃないです。ただ以前、チャレンジした時はですね、やっぱりそのパソコンの性能に左右されるというか、ものすごく処理が重いです。まあ、考え方としては、まあ、何が邪魔かというところを指定して、ただ動画なので、その邪魔なものっていうのは画面のこの位置がずれて動いていきますんで、それをトラッキングするということ、それからそのトラッキングした範囲を、まあ、AI がですね、まあ、Adobe の機能でよく写真、Photoshop でもあるんですが、まあ、あの最適な置き換えだったっけな、なんかそんなモードがあるんですが、結局ワンフレームワンフレーム全部そこに置き換える、トラッキングした不要なエリアに置き換える、写真を1枚ずつ生成するというのが裏の処理になるので、結構重い処理になります。まあ、会社で使っているパソコンはそこそこパフォーマンスがあるんですが、それでも全部作るのに、やっぱたった10秒ぐらいのシーン、10秒もないかな、7、8秒のシーンなんですけど、やっぱ2時間ぐらいはかかりますんで、まあそれをちょっと今回は整理してやってみたということになりますので、もし参考にされる方がいらっしゃいましたら、ぜひチャレンジしてみてください。よろしく。ではですね、まずどんなような動画になるかというところです。これ処理を終えた、一応まあ完成したシーンではあります。これの前にですね、どんな不要物があったかというのを今から再生します。はい。わかりますかね？このオレンジ色の、まあ、交通標識というか、ポールが3本立ってます。これが邪魔なので、消したシーンと。で、これ、プレミアの画面なんですけど、このレイヤーでですね、まあ、編集したものが下側の、この太いレイヤーになりまして、今、消しました。見えないようにしました。ポールがないシーンが見えるように透過しましたけど、その上にポールが残っている元へのフットージも重ねておりまして、今その比較をしているということになります。では、実際の処理に入っていきたいと思います。対象になるフットージ、クリップを選択した状態で、これ上のメニューですね、このアフターエフェクトコンポジション置き換え、これを起動します。アフターエフェクトは起動するときにプロジェクトファイルを生成しますので、まあ適当な名前をつけて、これはちょっと上書きしちゃってますけど、つけて開始となります。アフターエフェクトが起動した後はですね、まあ、対象となるクリップファイルを指定した状態で、上記メニューにあるですね、ペンツール、これで対象になる不要物を囲っていきます。今回はポールなので、このように4点で囲って、範囲指定します。この時ですね、あんまりポールギリギリだと、AI がその、まあ、判定する想像する背景を想像しづらいので、少し広めに取ってやる方が良いということでございます。で、この選択したらですね、選択した範囲だけが表示されるようになっちゃうと逆に分かりづらいので、この加算の部分をなしにしてあげるということになります。はい、これで、3箇所のポールすべて範囲が指定されたと思います。次にやるのは、この、まあ、動画ですから動いていきますんで、これをトラッキングするトラッカーを動かすと。で、これも、まあ、AI でやっておりますので、微妙にちゃんとついてくるものとついてこないものがあります。今回の場合、色域が結構はっきりオレンジ色で分かれてますので、比較的トラッキングするのではないかなと思うんですが、これ見てわかる通り、ほんの一コマずつ数秒に一回動いてるのわかりますでしょうか。こんな処理をずっとやっていきます。で、結構時間かかるので、ここから早送りします。はい、これ今50倍速中です。本来50分の1のスピードで動いてますので、結構遅いです。
はい、無事に、3つトラッキングが終わったようなので、次の作業としてはそれぞれのレイヤー、今先ほどなしに設定しましたけど、これを減算にします。減算にすることで、元絵がこの黒抜きの状態になるところまで、まずは設定をしまして、次にですね塗りつぶしをしていくということになります。ただここの設定でこのオブジェクトと面という設定がありまして、これも私も意味がよく分かってないんですが、とりあえず何回かやってみました。何回かやった中で、この私の映像としては面で設定するのが一番まあ綺麗で自然な形になりましたので、私は面にしてます。ただコンテンツに応じては よっては、もしかしたらオブジェクトの方がいい場合もあるかと思います。で、この処理もですねめちゃめちゃ重いので、まあ早送りしていきたいと思います。ただいま100倍速中でございます。かなり重い処理ですね。はい、はい、処理が終わったようですね。あの処理が始まった時は3本のポールで囲ったトラッキングエリアが黒く抜けた状態だったと思うんですが、処理が終わりましたらこのように置き換えになります。ちょっとアップで見てみます。まあこうやってアップで見るとですね、やっぱりどこか不自然な感じはするのですが、まあ前景で見てですね、言われなかったら気づかない程度かなという気もしますので、まあそこそこ使えるのかなという気がしてます。それではアフターエフェクトの処理を終えて、プレミアの方に戻ります。プレミアに戻るとですね、もう先ほどアフターエフェクトでやった処理、この上から2番目の濃いピンク色の方ですね、このレイヤーにもう終わった処理が渡ってきております。はい、なので、まあ、先ほど最初に置いた太い、一番下の映像のレイヤーですね、ここは今消してますので、今見えてた映像は今アフターエフェクトで加工したレイヤーということになります。で今ちょっと処理が重いのでレンダリングをかけています。ちなみにですね、先ほどから編集しているプレミアの編集画面とアフターエフェクトの編集画面で色味が相当違うと思うんですが、これはですねアフターエフェクトに来ている画面、あの映像というのがいわゆる元絵なんですね。撮影したままのいわゆる切り出し映像です。でこの状態はあのログ収録といって淡い、まあ、ボケた色味に映ってしまいます。ここにプレミアでラットという色の元を、まあ、エッセンスとして入れるってあの色が出るわけなんですけども、まあ色味が違うだけで、まあ、基本的には構造は同じということです。レンダリングが終わりました。まあ一応完成としてはこんな感じに見えますというサンプルですね。まあこれが正しいとかなんとかということじゃなくて、こんなこともできますせというお話です。で、参考のためになんですが、この後、ちょっとどんなことが裏側で起こっているかと言いますと、よいしょ、フォルダーこい、あ、来た、はい、今回ですね、このアフターエフェクトでやった画像ファイル、まあ置き換えに使った画像ファイルというのが、プロジェクトファイルがあるフォルダーにこう自動的にできてまして、これ中を見ると面白いんですけど、まあこういう PNG、まあ画像ファイルですね、置き換える、あの黒抜きにした部分を置き換えた画像ファイルが映っているということになります。そうなんです。なのでこの画像ファイルがフレーム数分、まあ今回の映像だと300フレームぐらいあったのかな、それ枚数分できると。はい、これで、完成となります。ありがとうございます。